てる。皆さんこんばんは。今回はスメールまであと一人しか新キャラが出ないという動画。こちらなんですが、2021年7月19日くらいの頃に公開された GDC の原神のコーナーのスクショなんですが、下の字幕に注目してください。これは、1年に17キャラクターを出す予定という声明目標です。ちなみに7月末くらいはちょうど稲妻が出たくらいの頃でしょうか。そこから出たキャラクターを数えてほしいんですが。はい、アーロイを含めると A ランク騎士の部で、16キャラクターになります。基本的には1年に1国ペースだから、今回アプデの遅延はありそうですが、予定としてはスメールまでにあと1キャラのみとなります。となると、スカラマしか名前だけ出ているシカの陰兵像あたりが候補に上がってくるんでしょうか。一応もう一つ受け取り方もあって、関羽が昨年の1月に実装されて、そこからちょうど1年ほどの一途五郎まででも、17キャラクターになるんですが、自分は放送から1年ごとにというニュアンスで進めていきます。という補足でした。話を戻して、これだっけ漫画の方のキャラクターが案内役として最終バージョンに登場の可能性も？稲妻実装前は、カズハが案内役として 1.0 を締めくくったので、今回はどうなるんだろうね。まあ、実際はカズハは 2.0 で登場予定だった説もあるんで、3.0 でスメールと同時に案内役が出る可能性も。ただ、スメールは地続きなので、稲妻のように船を用意する必要もないと思っていて、ようよと白術は同時に実装されそうな気がしていて、スメールの案内役が 3.0 で登場って考えると、スカラマシカシカの陰兵像あたりが来るんじゃないかなって予想。まあ、大穴のファルカ団長がここで実装されてもいいんですけどね。ということで、皆さんは誰が実装されると思いますか？よかったら予想を共有してね。じゃあね。